こんにちは、スタイリストの大山春です。今回の動画では、40代の大人の男性が持つべき、秋のマストバイアイテムベスト5、10月編ということでお届けをしてみたいと思っています。まあ、最近はですね、だいぶ気温が下がってきまして、僕自身も秋服を楽しんでいるんですが、まあ、今の時期ですね、リアルに着れるもの、特に40代以上の男性に向けておすすめのものをですね、今回は厳選して5つ上げてみたいなと思っていますので、ぜひですね、今後のお買い物の参考に してていいただければなと思っていま,すまあ、本当はですね、全部僕が実際に買って持ってくるのがいいかなと思うんですが、まあ、そうなるとですね、正直いくら予算があっても足りないので、まあ、今回は画像ベースで、まあ、実際に僕が見てきたものをですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。しかも今回はですね、いろんなショップをですね、こう、混ぜながらお伝えしたいなと思ってるんですね。まあ、一つのお店から一つのアイテムという形で、あえてですね、偏りがないようにお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思います。 と思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね。なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。 はい、ということで早速ですね、様々なアイテムを皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、どのアイテムに関してもオンラインで購入することもできますし、店舗の方でもまだ在庫があるかなと思うので、まあ、ぜひですね、下の概要欄なんかをチェックしながら確認していただきたいなと思っています。まず1着目、アウターからいきたいなと思います。まあ、僕にとってアウターというアイテムは、一番外側、しかも上半身に位置するアイテムなので、まあ、重要度はすごく高いかなと思うんですね。まあ、視線が集まるところには、ある程度登場した方が、 バランスがいいかなと思うので、まず1着目に選んだのはですね、こちらの画像を見ていただきたいんですが、えー、毎度おなじみのグリーンレーベルの方から、TW サージカバーオールウォッシャブルストレッチ防止はというアイテムですね。まあ、いわゆるですね、短い竹のアウターなんですけども、昔からあるようなカバーオールのデザインをベースにしながら、なるべくですね、素材感を上品に大人っぽく振ったのがこちらのアイテムで、実はですね、このアイテムと似たようなものを僕はですね、 ねえ おそらく2年前だったと思うんですが、グリーンレベルで購入してまして、未だにですね、羽織物として活用してるんですね。今日持ってくればよかったんですけども、ちょっと自宅の方に忘れてしまったので、画像で見ていただきたいなと思うんですが、デザインとしては見ていただいてもわかる通り、結構ベーシックなカバーオール系なんですね。まあ、最近はこのような丈がそんなに長くないようなライトなアウターがトレンドになっていまして、こちらも G ジャンのような竹の短さほどではないんですが、お尻にちょっとかかるぐらいの のの長さなのでまさに今時期あると便利なのがこのカバーオールで、まあ、素材的には秋にも使えますし意外と春にも使えたりするので、まあ、2シーズン対応できるのがこのあたりのアイテムかなと思っていますカラー展開が3つでミディアムグレーとダークグレーとネイビー3色ありましてまあどれも難しくてですね結構いいんですよね 大体何色かあったら、まあその中で大体のアイテムは決まってるんですけども、こちらに関してはどれも良くて、ちょっと爽やかな雰囲気を出したいのであれば、ネイビーがすごくいいかなと思いますし、まあ、最近はですね、こうミディアムグレー、ダークグレーのようなグレー系のものもですね、人気が高いので、僕が持ってるものはダークグレーなんですが、結構これまた様々なシーズン使いやすいので、個人的にはですね、一押しは秋冬っぽさが出るダークグレーですかね、このあたりが使い勝手がいいのと、春も意識 すするのののでであればネイビーがいいいいいいんじゃないのかななかとと思思うので、まあ、是非チェックをしてたただきたいなと思いますちなみに今回ご紹介する5点なんですけどもそれぞれご紹介したアイテムを一つのコーディネートにしてもちゃんと成立するように選んでいますのでぜひ、まあ、ですねそこら辺も楽しみにしていただきたいんですがこのようなカバーオールの下には僕が今着てるような丸首のニットだとかあとはよく僕の動画の中で出てくるようなバンドカラーシャツですね襟元がスッキリとしたバンドカラーシャツだとか、まあ、そういったシャツ系も相性がいいかなと思います と思います着方次第で様々なコーディネートが組めるのでぜひこちらはチェックしていただきたいですね価格は13,200円ということでまあ、アウターでこの価格であれば結構コストパフォーマンスがいいかなと思うのでぜひ皆さんも秋のアウターとしてチェックをしていただければなと思っていますはい続いて2点目はですねこちらのニットになるんですね ま、先日もお店にお邪魔しました、ナノユニバースのですね、ジャケティロングスリーブニットということで、これ、今実際に着てるんですね。これはもう購入したものなので、より皆さんにですね、お伝えしやすいんですが、めちゃくちゃいいです。まあ、ニットというのはまさに秋から冬にかけての鉄板アイテムなんですが、ニットも厚みによって使い方が全然変わってくるんですね。今僕が着てるものに関しては、結構ですね、ニットというよりは、ロンティ感覚でさらりと着れるようなアイテムになってまして、 一番のおすすめというのは僕のようにジャケットの下に着るようなスタイルですね。または先ほどのようなライトアウターの内側に着てもですね、かさばらないという形のニットなので、このあたりは一枚持っておくとめちゃくちゃ便利かなと思っています。で、タイトルにある通りジャケティーっていう形で、もう本当にジャケットに合わせるような T シャツのような位置づけのアイテムなんですね。肌触りもめちゃくちゃ良くて、ニットがそもそも苦手な方もいると思うんですね。 チクチク感だとか、なんかスムーズにこう入っていかない感じが好きじゃないという方も多いと思うんですが、こちらは結構ロンティ感覚でさらりとしてるんですね。目が詰まっているので、そういったニット嫌いの方でも気軽に着やすいかなと思っています。結構ナノユニバースのアイテムって機能的な部分もしっかりと押さえてあって、繰り返し洗濯をしても肩崩れをしないという点もすごくありがたいなと思っています。特にこのようなジャケットの下に合わせるようなニットに関しては、襟元がよれたりすると結構ですね、表情としてはだら しししししなななくく見えててててままままううんでですすすすがここちらに関してはっっっかかりとととと首元もも詰まってますし肩崩れしないといいろもすごく安心できる項目かなと思っていますそして結構嬉しいのがこちらちょっと着てるとわかんないんですがここが高めの仕上がりになっていましてジャケットを着た時の襟元ですね結構普通の T シャツだと襟元が汚れてしまうというところを気にされる方が多いんですがそのあたりをだいぶですねカバーしてくれるのでそういった細かい配慮ですねそのあたりも含めてバランスがいいのでこれは 使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますで、カラー展開なんですが結構たくさんありまして アイボリー、ブラック、チャコール、ダークブルー、レンガという形でですね、たくさんあるんですが、個人的にはですね、なかなか結構ホワイトとかアイボリーのような明るい色のニットって探しても見つかりづらいところがあるんですね。一方で、秋のアウターってブラックだとかネイビーだとかダークグレーのような濃い色が多いんですね。まあ、そういった濃い色のアウターの内側にこういった明るい色を持ってくると結構華やかな印象になるので、このようなアイボリーのニットなんかはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。 まあ今僕が着てるようなベージュだとかブラウン系のような少し柔らかいからあとはカーキだとかオリーブのようなちょっと失敗するとやぼったく見えがちな色合いでも内側をこのようにアイボリーにすることで結構ですね爽やかな雰囲気なので一押しはアイボリーかなと思います価格は8800円税込みということでまニットの中ではセレオリンの中でも買いやすい価格なのでぜひこちらのニットもチェックをしていただければなと思っています 続いて3点目のアイテムなんですが、こちらですね。リラックスストライプシャツ。これ、アーバンリサーチのアイテムになります。価格は11000円ということで、まあ、シャツにしてはちょっと高くはあるんですが、セレクトショップのオリジナルの中では、割とですね、平均的な価格帯なので、おすすめしやすいアイテムかなと思います。結構僕はシャツ自体が大好きで、秋はですね、そんなに寒くない時は、シャツ1で過ごすことが結構少なくないんですが、その中でも、ストライプ柄めちゃくちゃ好きです。1枚できても、 ちゃんとですねアクセントになるので地味にならないのとビジネスライクにならないというところではストライプシャツって結構大人の男性40代以上の男性にもすごく似合いやすいかなと思いますこちらのシャツに関してはビジネスできるようなタイトなシルエットではなくて少しリラックス感のあるようなサイズングになっているんですねそのあたりが1枚で着てもトレンド感がちゃんと出やすいところで使い勝手が非常にいいんじゃないのかなと思っていますでストライプの幅も結構重要で細かすぎるとこれまたビジネスの雰囲気 雰囲気は漂うんですがこちらに関しては太すぎず細すぎずというところで秋も来ないしなおかつビジネスライクにも見えないようなもう絶妙なバランスだと思っています一応ですねストライプ柄にも3種類あるんですがこの中で一押しはブルーですね適度に青みが感じられてホワイトとのコントラストがすごく綺麗なこちらのブルーシャツは1枚あると着こなしが完成するのでめちゃくちゃおすすめのアイテムですボトムスに関してはブラックのパンツだとかあとはですねこの後ご紹介 するあのアイテムとも相性がい,いのでぜひですね、1枚持っておいて、秋であれば白 T の上にさらりと1枚着るだけでもいいですし、さらに季節が進めばですね、第1ボタンまで閉めて、一番最初にご紹介したグリーンレベルのですね、カバーオールですね、このあたりとも相性がいいので、ぜひ皆さん秋から冬にかけて、なんならですね、もう一年中使えるようなアイテムなので、ぜひシンプルなストライプシャツもゲットしていただければなと思っています。 はい。続いて4点目はですね、こちらも先日動画の中でお店行ったのもご紹介しましたが、チップセニーですね、こちらの別注で作っているグラミチのオーガニックコットンルーズテーパードストレッチデニムパンツ。価格は13,200円。これがですね、なかなか良さそうだったんですね、まあ。グラミチというブランドだと皆さんにとってはですね、短パンのイメージがあるかなと思うんですね。僕の動画の中でも毎年グラミチの短パンは出してるので、名前は聞いたことがあるかなと思うんですが、まあ、グラミチ自体は結構このような ちょっとリラックス感のあるようなパンツ、クライミングパンツみたいなものを結構強みとしていまして、最近では街で履けるような、割とですね、様々なボトムスをリリースしてるんですが、結構各社でいろんなコラボレーションをしてるんですね。先ほどご紹介したアーバンリサーチとかでもコラボレーションしてますし、チップセニーでもやってますし、結構ドメスティックブランドともコラボレーションしていまして、結構ですね、グラミチ自体は様々なブランドから引っ張りだこの状態で、まあ、今回のこちらのデニムに関しては、チップセニー 別注とととということでのの一般的なボトトムスのシルエットと比べるとちょっとですね、ルーズなシルエットになってるんですね。まあ、ルーズといっても、もも周りにちょっとゆとりを出しながらも、膝下からテーパードをかけるような形で、ユニクロのタックテーパードパンツ、このあたりとシルエットが近いような形になっています。そこまでワイドではないので、大人の男性、40代以降の方でも、割と似合いやすいようなシルエットになってるかなと思います。こちらを素材はデニムに変えることで、秋冬らしいですね、 雰囲気に仕上げたのがこちらのパンツなんですねまあ色はですね3色展開でネイビーとライトブルーとブルーという形で作っているんですが個人的には一番濃いですね78番のネイビーこれがおすすめかなと思います全くダメージみたいなものが出ていなくてクリーンな雰囲気のデニムなのでこのあたりだったら僕ら大人世代でも結構履きやすいような綺麗めな仕上がりになっているかなと思いますでデニム自体のステッチですねこのあたりが結構主張があるとカジュアルな感じがしてしまうんですがデニム デニムの本体の音を馴染ませるような形にしているので、意外と綺麗めな雰囲気かなと思っています。まあ、デニムというよりは、ネイビーのパンツに見えるような形なので、ぜひこちらのボトムスは、今年のトレンド感のあるデニムを取り入れる時にはですね、すごく活用できるかなと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。まあ、グラミチュらしいですね、ベルトがついていて、ウエストの調整ができたりだとか、あとはストレッチが効いていて、デニムなんだけども、結構履き心地が良かったりだとか、そのあたりは、昔ながらのデニムというよりは、現代的な シルエットだとか素材使いというところでしっかりとアップデートされているので安心しながら履けるアイテムだと思うのでぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っていますはい続いてラスト5点目はですね今僕が着ているアイテムでもあるんですが グローバルワークがリングジャケットとコラボレーションしているラインになるんですけどもサロンドグローバルワークですねこれはですね以前 MB さんと一緒にグローバルワークで撮影したのを皆さんも覚えてるかなと思うんですがこちらの秋冬バージョンが出たのでぜひ皆さんにもご紹介ができればなと思っています現状ですね価格をぐっと抑えたセットアップの中では間違いなくサロンドグローバルワークのこのシリーズがコスパ最強だと思うんですね僕はリングジャケット自体がすごく好きでこれまで何度も買ってきたブランドなんですが 日本が誇るですねジャケットスーツブランドとして世界的にも有名なんですね特に僕はですねこの襟周りのしっかりとした男らしい幅の感じだとか肩前のデザインだとかそこからグッとですねウエストにかけて絞りが効いているこのシルエットですねこのあたりが本当に好きで僕がこれまで着てきたリングジャケットのアイテムと比べてもそのあたりがグローバルワークの価格帯でもしっかりと実現されているのでこのあたりはコストパフォーマンスめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思っています ま定番のコラボレーションになっていまして結構ですねいろんなバリエーションが出てきてまして今回はカラーもグレージュが出てたりだとかダークブラウンなんかも出てきてましてそのあたりのちょっと今までとは違う色合いも楽しめるのがすごくいい点かなと思いますただ個人的にはやっぱりオーソドックスなネイビーですねこのあたり僕は今も着てますがこういったものが一着持っておくと便利かなと思うのでまあ、なるべく予算を抑えながらちょっとしっかりめのセットアップが欲しいという方はかなりこのあたりは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています ただ唯一懸念点がありまして、やはりこのサイズの展開ですね。そこまで広くないので、僕のような小柄な男性だと、ちょっと袖丈が長かったりだとか、あとはボトムスに関しては結構ウエストがゆるゆるなので、そのあたりがですね、XS とかがあったら最高かなと思うんですが、まあ通常体型の方であれば、割とですね、合うサイズが見つかりやすいかなと思うので、ぜひこのあたりのサロンドグローバルワーク、この価格でこのセットアップっていうのはまずありえないかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。 ま何 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代の大人の男性におすすめの秋のマストバイアイテムベスト5というテーマでお届けをさせていただきました。まあ実際にですね、全部買ったわけではないんですが、僕の中でもこれまでに買ったことがあるようなアイテムの延長線上であったりだとか、普段のスタイリングの際におすすめしてるアイテムなので、皆さんにもですね、自信を持っておすすめできるアイテムかなと思っています。ちなみに今回ご紹介したカバーオールですね。これを上に羽織って、その下にはこの丸首の アイボリーのロンティーニット、これを着てもいいし、あとはストライプ柄のシャツですね。これを第一ボタンまで閉めて着るのもいいと思います。これに対してボトムスをクリーンなデニムを合わせて、そして靴に関しては白レザースニーカーですね。今回ご紹介してないですが、こういったものを合わせてもらえば、もうこれだけでもコーディネートは完成するので、ぜひ大人の男性にはこういったコーディネートもチェックをしていただきたいなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの気分をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、今回のような おすすめのアイテムですね。リアルタイムでどんどんおすすめしているのが、僕のもう一つ運営している YouTube のメンバーシップチャンネルになります。こちらも週4回のペースで最新のアイテムですとか、コーディネートの解説を行ったりだとか、あとはメンバー限定のですね、生のライブ配信なんかもやってますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか動画をゆっくり見る時間がない方のためにですね、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートをご紹介しているオンラインサロンも開催してますので、気になる方はこちらも概要欄から チェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに